悪を倒し、人々に希望を与えた一人の英雄が、国を起こし王となり、世界に秩序をもたらす。出来すぎた英雄譚だ。今日語り継がれる奴は、まるで超人だ。しかし、我が一番覚えておるのは、あれはいつの頃だ。我がまだ世界の広さを知らずにいた頃、やつの理想が理想でしかなかった。人とドラゴンの間に断りという大きな隔たりがあった頃、今となってはそのような世界の方が夢幻のようだ。そうは思わんか、アルベリウスよ。見てみろ、ミドガルゾールム。これがグラスティア大陸の南と北を隔てる大山脈か。わざわざ見に来た甲斐があったな。ふん。この程度ならば珍しくもあるまい。ここよりはるかに高い寸法は世界にはいくらでもあるのではないか。これよりはるかに高い山か。世界中のすべての山を見に行くというのも面白そうだな。一人で行くなら好きにするがよい。このような嵐を呼ぶのも苦労する体で、いつまでも汝に付き合えぬ。ほう、その姿でも嵐を起こせるのか。だが街中ではやめてくれよ。その約束はできぬ。ドラゴンとは人の営みに干渉せぬもの。人に利や害をなすために嵐は起こさぬ。起こすのはあくまで自然の営みとして必要な時のみだ。はあ、人間がどれだけ嵐が起きないように祈っても、結局はあんたの気まぐれ次第ってことか。おのおのの領域を守っているだけのことだ。人とドラゴンは互いに過度の干渉をせぬ方が良い。あんたの上等句だな。人とドラゴン、手を取り合って暮らした方が世界はよほど広くなると俺は思うんだが。ならばどうする。人の都合で風を起こし雨を降らせるのか。そんなことをすれば容易に騒乱が生み出されるぞ。ドラゴンは自然の代行者であると同時に秩序の守護者だ。騒乱を馬のためにも人とは距離を置く方が良い。それではいつまで経っても世界は変わらないだろう。平穏かもしれんが進歩もない。あ、街が騒がしい。一体何が。私、その、急いでて。いたぞ、あそこだ。もう逃がさぬぞ、女。おとなしくその剣をよこせ。そうすれば命だけは助けてやる。いやよ、あなたたち、ピアネル帝国の手にこれを渡すわけにはいかないわ。そうか、ならば力ずくで奪うのみ。
事情はわからないが、ちょっと物騒じゃないか。力ずくってのは見過ごしておけないな。なんだ貴様は。余計な世話を焼いたことを後悔するぞ。邪魔者を排除せよ。問答無用ってわけか。ならばこちらも荒っぽく行かせてもらう。何？悪いが、お前らじゃ束になっても俺には勝てないぜ。おとなしく引き下がるんだな。おのれ、調子に乗るな。我らディアネルの力を思い知らせてくれる。偉大なる我が主よ、我に力を。何？魔獣を召喚したのか。驚くのはまだ早いぞ。この身に変えても皇帝陛下より賜りし使命を果たしてみせる。ミドガルゾルム、ザコの方は任せてもいいか。仕方あるまい。どうやらこの者たちは世の断りを乱す存在のよう。ドラゴンとして放っては受けぬ。頼んだぞミドガルゾルム。俺はこいつの相手をする。我が命、ディアネルのために。なんて力だ。このままじゃ。剣が折れた。我が使命、主の復活の生涯よ。まずい、奴が彼女の方に。おい、大丈夫か。大丈夫。無理するな。あんな化け物の一撃をまともに食らったんだ。しばらく動かない方がいい。でも心配しなくても、君を見捨てて逃げるほど要領よく生きてないさ。いいえ、逃げてください。何？私のことは置いて逃げてください。でも一つだけお願いがあります。この剣を、聖剣ドラガニアをイリア教の大聖堂まで届けてはもらえませんか。この剣に世界の命運がかかっているかもしれないんです。そんな大事なものを見ず知らずの男に預けていいのか。敵に奪われるわけにはいきません。それにあなたは信用できそうです。どうかお願いします。そうか、そこまで信用してくれるならもう一つ手があるな。俺がこの剣であの化け物と戦うってことだ。いけません、その剣は。使命、使命、
使命。すまんが、問答している時間はない。使わせてもらうぞ。違うわ、その剣は鞘から抜けないの。だからやめ。抜いた途端、剣が光って魔獣を一瞬で。嘘でしょ、こんなところで出会うなんて。あなたが、あなたが竜の血を継ぐもの。一体何だったんだ今の力は。それにこの剣は。それこそがイリア教に伝わる聖剣、ドラガリア。女神と聖竜の絆の証である契約石だと伝えられています。聖剣、ドラガリア。あなたをお待ちしておりました。陶器イリアの時代より竜の血を受け継ぐあなたを。竜の血。私はムムジアンヌ、イリア教会の使いの者です。教会の命により教皇庁から南大陸の大聖堂へ聖剣を運んでいる途中でした。汝はあの剣が契約石だと言ったな。それも世界の管理者たる聖竜エリュシオンの契約石だ。イリアがエリュシオンより授かったものと伝えられ、今日まで厳重に保管されてきました。正直信じられない。聖竜の契約石が人の手に渡っているな。聖竜はモルトメサイヤと呼ばれる魔人を倒すために人間に聖剣を授けたと言われています。魔人、イリアとエリュシオンが契約して打ち倒したと言われる異界の横島なる王か。はい、そして今700年の時を経て世界は再び魔人の脅威にさらされようとしています。ディアネル帝国が魔人を崇拝し、その復活を目論む邪悪なる帝国。話には聞いたことがあったが。もともとは敬虔なイリア教徒たちが集まる国だったのです。ですがいつの頃からか、正義は魔人にこそありとイリア教会を批判するようになり、ついには世界を魔人に捧げるのだと侵略戦争を繰り返しているらしいな。魔人崇拝など領土拡大の体の良い言い訳だと思ってたが、さっきの兵士を見るに嘘ってわけでもなさそうだ。異界に封じられた魔人と交信し、その力を借りているのだとか。小さな島国と聞いていたから、どこに他国を侵略するほどの力があるのかと思っていたが、合点がいったよ。もうすでに5つもの国がディアネルによって征服されました。イリア教会の呼びかけで南大陸の各国によるディアネル討伐のための連合軍が結成されたんですが。状況は良くないのか。世に再び魔人はびこりし時、竜の血の英雄が降りたもう。聖竜と女神の絆を刃となさしめ、横島なる者々を打ち砕かん。もって世の秩序は守られん。それはイリア教会に伝わる伝承です。魔人が復活するとき、
聖剣を抜き放つ英雄が現れ世を救うだろうと。ですがその伝承を信じる者は多くはありませんでした。これまで聖剣を抜けた者などいなかったのですから。それでも私たちはそんな伝説にすがらなくてはならないほど追い詰められてしまっていたのです。でもまさか聖剣を抜ける竜の血を持つ人と出会えるなんて、これもイリアのお導きだわ。先ほどから汝の言っている竜の血というものを我は知らぬ。一体何なのだ。ああ、しかもそれを俺が持っているというのは。竜の血、それは700年前イリアとエルシオンが契約した際に生じた血脈のこと。女神と聖竜の契約がなされた時、契約石より散った光を浴びた者たちはドラゴンと契約する力を身に宿した。その血は今日に至るまで脈々と受け継がれてきたと言われていました。その竜の血が俺に。ええ、あなたこそまさに我々の待ち望んだ竜の血の英雄。どうかどうか私たちをお導きください、アルベリウス様。やめてくれ、英雄なんて柄じゃない。ではせめて私たちと共に戦って、いえ、ただ一緒にいてくださるだけで構いません。竜の血の英雄が共にいることが人々の希望となるはずです。どうかお願いします。いきなりそんなことを言われてもな。聞いているといささか身勝手な願望であるように思えるが、汝が言うようにアルベリウスが竜の血の英雄であるのならば戦うことを求められるであろう。結局のところアルベリウスは英雄を背負わされる羽目になる。違うかね。それは図星のようだな。それではアルベリウスを騙そうとしていたようなものではないか。言い過ぎだ、ミドガルゾルム。彼女だって悪意があったわけじゃないだろう。今まで俺は魔人のことも戦争のことも人事のように考えていた。だからしばらく時間をくれ。今の世界を自分の問題として考えられた時に答える。それでいいだろう。はい、もちろんです。とりあえずは君を大聖堂とやらまで送っていこう。帝国はまだ聖剣を狙ってくるだろうしな。よろしいのですか。お心遣いに感謝いたします、アルベリウス様。なあ、俺はまだ英雄になると決めたわけじゃない。君ともしばらくはただの旅の仲間だ。だからアルベリウス様はやめてくれ。それにその言葉遣いも。わかったわ、アルベリウス。これでいいかしら。上出来だ、ムム。ムムって相性だよ。その方が君には似合ってる。俺が言うんだから間違いない。はあ、勝手だろう。万事そういう男なのだ。己のやりたいようにばかりやるし、何より強引だ。もし汝が立派な英雄とやらを無双していたのであれば、考えを改めた方が良いと忠告しておこう。そうみたいね。さあ早速出発するぞ、ミドガルゾルム。ムム。はあ、やっと着いた。今日はここで泊まっていこう。村？
んなところに。ああ、噂に聞いて一度立ち寄ってみたかったんだ。何でも。おや、この村に客人とは珍しいですね。この村は人とドラゴンが一緒に暮らしているらしい。おかげでこの村はいつも豊かだと。人とドラゴンが一緒に。守護竜様、見てください、麦の穂が実ってきましたよ。ええ、そのようです。じきに収穫期を引く季節がやってきますね。腕が鳴りますよ。アルベリウス、どうしたの？ぼーっとして。ああ、この村の世界は広いと思っていたんだ。世界が広い？今の世界は人は人、ドラゴンはドラゴン、そうやって定められた枠の中にある。だからその枠を超えたこの村は小さくても外の世界よりずっと広い。世界全体の本当の広さを俺はいつか見てみたい。アルベリウスは随分不思議なことを考えているのね。よく言われる、ミドガルゾールムには毎日。でも、なんとなくわかるわ。今の世界は隔たりが多いから、私も窮屈。戦争もそうだけど、今の入江教内部は幹部同士の計り事ばかり。ドラゴンを敬い、自然と共に生きていく。入江の教義は純粋で、つつましいもののはずなのに。今の入江教も、あなたくらいドラゴンとの未来を前向きに考えていたら。むむ。あ、ごめんなさい、なんでもないわ。アルベリウスの夢が叶うよう、私も女神様に祈っているわ。まさかこのような地で壁竜とまみえるとは。あなたは己が領域より出ぬものだと思っていました。珍しい人間に出会っては少々興味を持った。何をなすのか見極めようとしておる。そうでしたか。あなたの旅が実りあるものになるよう祈っていますよ。我もそう願っている。時にこの地の作物の実りが豊かなのは汝が力を振るっているからだ。ええ、村が豊作になるよう私が手を貸しています。あまり関心はせぬ。人の都合で世の断りをねじ曲げているのではないのか。さてどうでしょうか。人に恵みを与えるのも世の断りというものではありませんか。その通りだ。だが同時に脅威を伝えるのも断り。どちらか一方に偏ってはもはや断りとは呼べぬ。そうかもしれませんが、村の人々の顔を思い浮かべれば厳しい決断ができなくなります。であろうな。なればこそ人に交わるのは避けねばならぬ。断りが断りたるために。壁竜よ、あなたの考えはもっともですが、ならばなぜ我らドラゴンに情があるのでしょうか。何？断りが断りたらんとすれば
情は不要です。我らドラゴンもそういった存在であるべきなのかもしれません。ですが実際には私たちは人を理解できます。喜びも悲しみも怒りも人と共に感じてゆける。ドラゴンが断りだというのなら、私の抱くこの情、人を助けたいという欲ですらも断りではないのでしょうか。情もまた断り。正直今は汝が自己弁護をしているようにしか思えない。そうかもしれませんね。どうした守護竜よ。ああ、いえ、何でもありませんよ。村の状況を探ってまいりました。集落としての規模は小さく、村人も200人程度です。ただ、分かっている、あのドラゴンだろう。だからこそ中さねば。ドラゴンの奴隷と化した村など見ていられん。奴隷などではありません。貴様、ディアネル帝国の方々ですね。この村は帝国に歯向かう力も意志もなく、平穏を望むだけの小さな村です。あなた方にとってもこの村を攻め滅ぼす益などないはず。どうかお引き取り願えませんか。できぬ相談だな、ドラゴン。我らは世界の欺瞞を暴かねばならない。この村はその縮図たる村だ。ドラゴンが人の性を支配している。そして人はそれに気づこうともしない。まさに今この世界で起きていることだ。我らディアネル帝国は欺瞞を正すためにこそ立ったのだ。ドラゴンよ、我らが主にして世界の正しき救世主魔人モルトメサイアの力にひれ伏すがいい。この魔獣は、これが魔人の力。どういうことだ、この森の荒れようは。来るときは何ともなかったはずだ。さっきの獣の叫び声、魔獣のように聞こえたわ。確か、あっちから。守護竜、踊れ。大丈夫か、しっかりしろ。お願いがあります。どうか村を。帝国軍の本体が村へと向かっていきました。もはや私には彼らを止める力はありません。どうか村を、せめて人々だけでも救ってはいただけませんか。あ、分かった、大丈夫だ。俺とあんたが力を合わせれば帝国なんて造作もない。共にみんなを救おう。無理だ、アルベリウス。この者はマナへ帰る時が来たのだ。そんな、あんたが築いた村もこの広い世界も終わってしまうのか。
終わりはしませんよ。私の得た喜びをドラゴンが知れば、人と私たちはもっと親しい隣人となれます。私の死を悼んでくれるのならば、どうかドラゴンたちに伝えてください。人と共に生きる、その幸せを。守護竜が。そんなことって。守護竜の加護を失った大地が邪悪なマナに汚染されていく。嘘、こんなに早く。これが魔人の力だっていうの？人とドラゴンが築いた豊かな大地、こんなに一瞬で蹂躙されてしまうというの？守護竜の志を無駄にはできない。行くぞ。やれ、一人も残すな。やめろ。なぜだ、なぜ襲う、なぜ非道する。何、貴様は。ここの人たちは穏やかに暮らしたかっただけだ。何の理由があって村を襲ったというんだ。人とドラゴンの間には抗いがたい壁が存在している。その壁を打ち破るのが我らディアネル帝国の理想だ。ここの人たちは人間とドラゴンの定められた枠を飛び越え、共に手を取り合っていたんだぞ。まさにお前たちの理想を体現した場所ではなかったのか。愚かな、手を取り合うなど欺瞞だ。ドラゴンが人間を見下しているだけだとなぜ気づかん。ドラゴンの支配を受け入れ、ダミンのような生を受け入れた、それが罪だというのだ。我らは世界の目を覚まさせる。それが皇帝陛下の理想と魔人の正義を示すことになる。理想だと、正義だと。平穏を蹂躙し、人を踏みにじる正義があるとでも言うのか。先に踏みにじったのはドラゴンだ。欺瞞に満ちた世界を我らは解放する。踏みにじられたから踏みにじるのが貴様らの正義か。ムム、頼みがある。俺に聖剣を預けてくれ。え、でもこれは。分かっている。その剣を持つ意味はな、全て覚悟の上だ。この惨状がディアネル帝国のもたらす未来だというのなら、俺は戦う。俺は聖剣と共に英雄を背負う。なんだと、その剣はまさか。行くぞ、ディアネル帝国。竜の血の英雄の伝説を今ここから始めさせてもらう。これが大聖堂、南大陸におけるイリア教の最大拠点か。ええ、そして帝国との戦いにおける大事な拠点でもあるわ。さあ行きましょう。みんなにあなたを紹介させて。なるほど、聖剣を抜きし竜の血を持つ者。ムムジアンヌの話は嘘ではないようですね。
帝国との戦いに際し、聖剣と竜の血を継ぐ者が巡り合う。これも女神様のお導きでしょう。素晴らしい。まさに彼は聖剣の英雄ということか。戦線を維持するためあらゆる努力を惜しまずにいた我らを女神はご覧になっていたのですわ。まさに奇跡としか言いようがありません。うん、この逸話は兵たちに、いな、帝国にまで届くよう大々的にルフいたしましょう。処刑よ、お待ちくだされ。これはランベルト枢機卿。いささか早計ではありませんか。その者が真にイリアの御心にそぐうものかどうかは分かりますが、ですが彼は確かに聖剣を抜いております。伝承に残る竜の血の英雄そのものと言えましょう。まさに我らの苦境を救うべく女神が使わしたに違いありません。帝国どもにも知らしめてやりましょう。落ち着きなされよ、処刑。私は非道なるディアネル帝国を打倒するための聖戦を指導する者として教皇庁より使わされているのです。私はこの連合軍の未来に関わる重大な判断を軽々しく下すわけには参りません。私の立場お分かりいただけますね。はい。確かに政権を抜けるのは竜の血を継ぐ者のみ。しかしその心根が真に政権にふさわしいかは計りきれておりますまい。でもお父様。公の場では撫で呼ぶよう言ったはずだぞ、ウムジアン。申し訳ありません、ランベルト枢機卿。ただその彼の人間性は私が保証します。聖剣を持つにふさわしい方だと。ムムジアンネよ、私は何も認めぬと言ったわけではない。聖剣とは古より引き継がれし聖遺物、安易な覚悟で託せるものではない。故にアルベリウスよ、そなたが果たして聖剣を持つにふさわしい人物かどうか試させてもらう。ああ、分かっている。来て早々みんなに俺を認めろというつもりはない。だが俺だって生半可な覚悟でここまで来たわけじゃない。試したいというのなら受けて立つ。真にそなたが伝承に残る竜の血の英雄だというのならば、かの竜が呼びかけに応えてくれるはず。偉大なる聖竜エリュシオンが。驚いたな、まさかムムの父上が連合軍の指導者だったとは。ごめんなさい、隠してたわけじゃないのだけど、父とは少し距離ができてしまっていて。別に謝ることじゃない、いろんな事情もあるだろうしな。それよりも本当にあの聖竜に会えるのか。わからないわ。ただ金域の扉は竜の血に応えると。金域とはつまりエルシオンの領域ということか。ええ、この扉を開けばエルシオンと対話できると言われているの。そこでエルシオンに認められれば。
エリュシオンが直々に認めたならば、誰も立てつくことはできぬ。そういうわけか。これが金域の扉か。とってもないようだな。なんだ。一体何が。この草原は。おそらく青龍の力によりかの龍の領域へと運ばれたのだろう。ここが青龍の禁域か。待っていました、龍の血を継ぐ者、そして壁龍よ。あんたが伝説の青龍エリュシオン。そう、私こそエリュシオン、秩序そのものであり完全なる世界を司る青龍です。魔人復活の予兆を知り、そして待っていました。我が契約石の光を受けた者の末裔が私のもとに訪れるであろう未来。今一つわからぬな、青龍よ。何時の力ならば魔人を打倒することも叶おう。なぜそれを人間に託すのだ。壁龍、新たなる生を得たあなたに出会うのは初めてですね。ならばお答えしましょう。それは私とイリアの時代より続く契約だからです。魔人を倒すは人に課された使命。故にイリアは人の間に信仰を敷き、魔人打倒末代まで誓ったのです。イリアが誓った魔人打倒か。ならばエルシオンよ、どうか俺を見極めてほしい。この聖剣に見合うものか、魔人と戦うにふさわしい覚悟を持っているかを。もちろんです、私もそのつもりで権限しました。私に挑む勇気と覚悟、腕前とともに測りましょう。あなたの力と精神が従前たるものならば、その聖剣をあなたに託すこととします。わかった、俺の決意の刃が届くよう全力であんたと戦おう。行くぞエリシオン。良いでしょう、見極めさせてもらいました。竜の血の子アルベリウスよ、あなたを聖剣を持つに値するものと認めましょう。ありがとうエリュシオン、必ず魔人を倒す、そして人もドラゴンも守ってみせよう。私とプルートーに続け、勝利は我ら人間とドラゴンにある。
敵軍は聖剣の英雄アルベリウスが現れて以来随分と勢いづいておりますな。あの剣こそがイリア、聞いては人からマナの恩恵を剥奪したドラゴンによる支配の象徴であるとも知らず、騙され踊る民たちのなんと哀れなことでしょう。そうは思いませぬか。おっしゃる通りでございます、ディアネル皇帝陛下。私は教皇庁の命でイリア教の連合軍を率いる身なれど、内部ところはゲイカと同心、魔人モルトメサイヤの名のもとに勝利を収め、ドラゴンによる支配から民を救わねばなりません。ああどうしよう、もちろんです。これは真実のもとに行われる聖戦、しかしこの状況は少し苦しい。これまでは我らの貢ぎで大きな戦を避けてきましたが、英雄を得たそちらの勢いはただでは止まりますまい。ええ、ただでは。しかしまだ戦況を覆すことはできましょう。おお、何か策があるというのですか？無論。魔人の完全復活？帝国がそんなことを企んでいるのか？ええ、お父様の放った石膏が情報をつかんだそうよ。今までの帝国はイリアによって封印された魔人の力を異界から一部借りていたに過ぎないの。今でさえ魔人の力は脅威、その全てを引き出せるようになったらまずいな。ええ、お父様も急ぎ戦準備をしてる。あなたに本体を任すとも言っていたわ。俺に？そうか、任せてもらおう。魔人の復活なんてさせるわけにはいかないからな。ええ、お願い、今はあなただけが頼りなの。でも魔人を復活させられるのなら帝国はとっくによみがえらせているはず。今になってどうして？イリア教会の碑王には錬金術師であったイリアの知識が残されているというけど、まさか。本体は順調に進軍中か。よし、ならば我らも出るとしよう。待って、お父様。ムムジアンヌか、どうした？帝国の動きがおかしいと思って調べてみたの。魔人復活の儀式が行われる南の平原、地形、方角ともに儀式には適さない土地だったわ。逆に全てにおいてふさわしい土地はここより北の山麓。何が言いたい？それはお父様、どうして今回は本体を率いず別動隊を、そしてどうして別動隊は今本体を追わず北へ向かおうとしてるの？私は枢機卿としてイリアの権威を貶める者どもを排除せねばならぬ。今最もイリアの権威を貶めているのは魔人でありディアネル帝国だ。だからこそ帝国に勝利してイリアの意向を取り戻す、そういうことでしょ？勝ったところで皆は忘れまい。イリア教会が魔人を奉ずる者に脅かされたことを、いずれ
第2第3のディアネルが現れるだけだ。だとしてもディアネルを打倒し魔人の復活を阻止することに変わりはないはずよ。いや違うな。ディアネルを打倒することと魔人の復活を阻止することは全く別の問題だ。お父様、まさか。魔人とは力だ。強き力は権威のもとに集わなくてはならない。アルベリウスのようにな。お父様、バカなことを考えるのはやめて。お父様のやろうとしていることは覚えておくのだ、ムムジアンヌ。宗教とは理想を歌う集まりではない。人を導き人の上に立たねばならぬ組織なのだ。お父様、どうして。おかしい。作戦指示ではこの辺りに敵陣があるはずだが。もぬけの殻か。偽の情報でも掴まされたか。それともアルベリウス。ムム、どうしたんだ。大聖堂で待機していたはずじゃ。それどころじゃないの。お願い、お父様を止めて。王帝ゲイカ、お待たせいたしました。準備はできてございます。来ましたね、どうしよう。とうとうこの日が来ました。今日ここに魔人モレとメサイアは長き封印より解き放たれるのです。さあモルトメサイアよ、我が呼び声にお答えください。おお、我が神よ、これがあなたの姿。どうかその力を私に。あなたに差し上げるわけには参りません。な、何を。同志ランベルト殿、感謝いたしますよ皇帝ゲイカ。おかげで異界の狭間は開け放たれた。ランベルト殿、なぜ。我らは真実のもとに集った同志では。あなたは本当に無垢な信仰者だ。同志と見るやすぐ懐に入れてしまう。だからこそ人の上に立つには向かぬ。こうして懐をナイフでえぐられることになるのですから。おのれ、我が神よ、モルトメサイアよ、信仰は真実はあなたと共に。真実など不要だ。必要なのはただ民を支えるだけの宗教的権威。そのために魔人よ、その力を利用させてもらおう。ほう、これが魔人の力。この世ならざる凄まじき力よ。だがこの程度私が制する。
あっけないものだな、魔人よ。貴様の力は我がものとなった。これよりイリア教の脅威は去り、この力は民の支柱の一つとなろう。ん？なんだ、内から湧き上がるこの負のエネルギーは。うんぬ、ゾウ、これが魔人の力の源流だというのか。ぐっ、ぐー、バカな、意識が飲まれていく。お父様、ムムジアンヌにアルベリウスか。ランベルト枢機卿、気を確かに。魔人の力を早く異界に戻すんだ。よせアルベリウス、魔人の力は我らが制するのだ。イリア教が全てを。ぐわドラゴン、いまだ世界にのさばるか。お父様、大丈夫？ムムジアンヌ、近寄ってはならん。え？エリシオンの傀儡どもめ、時が来たぞ。我が怒り、我が憎しみで世界を満たす時が。何？どういうこと？わからない。空が、マナが淀んでいく。どうやら復活してしまったようだ。魔人があの男の肉体をよりしろに、長き封印より目覚めたのだ。再び器を得たということか。そしてディアネ、竜の血を持つ聖剣の英雄だと。どういうことだ、なぜ魔人が俺たちのことを。おそらくはよりしろとなった者の記憶を読み取っているのだ。なるほど、貴様がそうか。ふん、哀れよな。聖竜の欺瞞のままに動くだけの操り人形。その占領、後悔するといい。魔獣が、なんて勝ちだ。まずいな、このままでは本体ごと我らも。ただでは済まぬだろう。英雄と、せいぜい魔獣と踊るがいい。我はディアネル帝国へと凱旋するとしよう。新たな皇帝としてな。お父様が
ディアネルの皇帝に。ムムジアンヌ、あやつはもはや汝の父ではない、魔人モルトメサイヤだ。嘘よ、お父様。待て、モルトメサイヤ、ランベルト枢機卿の体を返せ。さあ、死力を尽くせ。死んだら語り継いでやるぞ。ドラゴンに語られ命を落とした悲劇の英雄としてな。クソ、待て。切っても切っても大地から魔獣が。アルベリウス、ここは不利だ。本体を連れ一度撤退するのだ。だがこのままではモルトメサイヤに逃げられてしまう。今はそれどころではない。ここで戦っていても兵士たちの命を無駄に散らせるだけだ。クソ、全軍撤退だ。しんがりは私が務める。魔人の復活を止められなかったけど、まだなんとかできるはず。人が封じた魔人を人が蘇らせるか。やはり人とは愚か。よし、なんとか撤退できたな。このまま森を抜け大聖堂へ戻ろう。ええ、でもお父様が。きっと何か術はある。魔人から必ず枢機卿を取り戻そう。奴を取り戻すというのか。人の世を滑る権威に溺れ断りを投げ打った結果であろう。よせ、ミドガルゾルム。やり方はともかく、枢機卿も民のことを思ってしたことだ。民か。そうやって奴をかばうのは、汝が同じ人間だからか。それとも、権力者から与えられる英雄という地位が心地よくでもなったか。バカなことを言うな。魔人を倒し、人やドラゴンを守る。そのために命を懸ける。それだけだ。その身を犠牲にすることに随分慣れたな、アルベリウスよ。まあよい。汝がこのまま俗世の海原で生きるというなら、我らの旅はここでしまいだ。さらばだ、人よ。ミドガルゾルム。なんということだ、ランベルト枢機卿が魔人の依り代となってしまうとは。これは大変なことになりました。教会内は荒れましょうな。ディアネル帝国側につく派閥も出るやもしれませぬ。そんな教会が分裂など困りますわ。私たちはここまで信じてついてきたのですよ。そうですよ、教会の後ろ盾なくば他の領主たちも帝国側につく可能性がありましょう。お待ちくだされ、教皇庁にも急ぎ伝令を出しております。教皇の指示を待つのです。そうです。それまでなんとか耐えましょう。それに私たちには英雄アルベリウスも。教会の権威なくば英雄の名声など風前の灯火ではありませぬか。それでもきっと信じて祈れば女神の加護が。その女神の加護は今どこにあるのですか。私たちはどうなってしまうの。
れは。お父様という圧倒的な支柱を失った連合軍が揺れている。分かって、祈るだけでは戦えない。お父様が背負ってきたのは権威のもとの民の安寧。お父様のやり方が正しいとは思わない。どうにかしたい。でもこんな私の言葉じゃ誰も動くわけないわ。ムム。アルベリウス、どうしてここに？これからのことを話さねばと思ってムムを探してたんだ。だが、泣いているのか？あ、これは、このままじゃ勝てないかもって思ってたの。私はずっと信仰のもとに連合軍が結成されて戦ってきたと思ってた。でも違うみたい。お父様という柱がなくなった連合軍は分裂するのも近い。このまま信仰は負けるのかしら。魔人にだけじゃない。お父様の言っていた権威の前に。けど、ムムはその戦いに勝ちたいと思ってるんだろ？ええ、もちろんよ。私は信じてる。祈る心が戦う力になることもあるって。そうか。じゃあ、まだ絶望する時ではないな。何しろ俺もムムも諦めてない。そうだろ？魔人が完全に復活しても、連合軍が分裂しても、俺は戦い続ける。ムムや兵が必要としてくれる限り、俺は必ずここにいるから。アルベリウス。そうね、こんな時だからこそ頑張らなくちゃダメよね。ああ、今は魔人を倒すためにできることを。地鳴り？それに鳥たちも騒がしい。アルベリウス、空を見て。あれはドラゴンの群れ。こっちに向かってくる。ドラゴンが人を襲ってる。一体どういうことだ？エリシオンの意志です、アルベリウス。フルート。これがエリシオンの意志ってどういうことなの？人、特に魔人打倒を使命としていたイリア教徒たちが自らの手で魔人を復活させた。どうやらそれがエリシオンの逆鱗に触れてしまったようです。しまえば、あの生命は世界の秩序のために自ら魔人を倒そうとするでしょう。約束を疑い、争い合う兵士たちもろとも。聖竜エルシオンが人に危害を加えるというの？そんなことはさせない。ムム、近域に行こう。もう一度エリシオンと話すんだ。エリシオン、どこだ？いるんだろう？何用です、人の子よ。
青龍よ、こんなことはよすんだ。魔人もろとも人の命を奪うなど。お断りしましょう。魔人打倒は人の役目。その断りより人は自ら外れてしまったのですから。断りより人自ら、確かにその役目を先頭で担うべき父が魔人を復活させましたが。その通りです。魔人を倒さねばならぬ組織が権力を守らんと腐った結果、これがこの惨状です。人に役目を負わせることで、イリアはあなた方を私から守ったつもりでいたのでしょう。しかしその信徒自ら役目を捨て、魔人を復活させた。やはり人は未熟で幼稚な生き物でしかないようです。待ってくれ、エリシオンよ。多くの兵がイリアの教えを守り、魔人を倒そうと奮闘している。人はまだ魔人打倒の使命を捨ててはいない。だからどうか力を貸してくれないか。アルベリウス、あなたは純粋で、人の子の中でも特に愚かです。あなたは人々の信仰をより強固なものにするために私が認めた英雄。それだけでしかありません。それだけ。はい、人の戦意を維持するために竜の血を継ぐ者に政権を託す。700年前、私はそれを了承しました。しかしイリアが考えたその仕組みも、この時代の人の子には有効ではなかったようです。故にあなたはもう不要です。私が魔人を倒し、争う子らを間引く今この瞬間より。それでも止めないと。諦めぬというのですね。ならば道は一つ、エリシオンを力ずくで抑えることでしょう。青龍と試練の枠を超え、また戦うというの。分かったよ、プルート。俺はエリシオンと争うことになっても全てを止めたい。魔人の侵略も、エリションの裁きも。良いでしょう。それでこそ共に戦うと約束した甲斐があったというもの。どうぞ、私のせいで。あ、ムムジアンヌはここで待っててくれ。必ず俺が止めてみせる。準備は良いですね。ならば参りましょう。気をつけてね、アルベリウス。
魔獣が次から次へと戦え。市街への侵入を許すな。分かっている。だが数が俺はドラゴンたち。もしや聖剣の英雄アルベリウスが女性に。なんだこちらに向かって。人よ、審判の時です。完全なる世界に無用な命をうろぬきましょう。あなたも手を下すんです、ミドガルゾール。この炎の中であなたが嵐を起こせば、瞬く間にこの地一帯は焦土となりましょう。記憶のため、世界の秩序すら変える。はい、それがゆえの間引きです。世界の均衡が崩れぬよう、ドラゴンが管理するのです。さあ、世界を維持する種族としての使命を果たしなさい。命の選定を。ドラゴンよ、怒りをお収めください。どうかまた我らと共に。人とは誠に愚かだ。人と関わった短い時の中で何とそう思っただろう。他が救ったものを簡単に奪い去れる。記憶のために他を切り捨て、そして極めつけに。身の丈に合わぬ理想を振りかざす。本当に愚かだ。だがなぜであろうな、他の愚か者のように奴のことを真に蔑むことができぬのは。できるよ、エルシオン。我は人を殺せぬ。ミドガルズオルム、それが私の敷いた断りに反することは分かっていますね。無論だ。それでも我は。ミドガルズオルム、エルシオン。この声は。アルベリウスか。やめてくれエリシオン。ミドガルズオルムも。人の子がこんなにも早く私を見つけ出すと。私がここまで送り届けたのですよ、エリシオン。プルート、もしやあなたもそこにいる壁竜同様、人の子に情が移ったと。聖霊、私の考えはあなたに近かった。人は弱く、刹那の命しか持ち得ない。だから我らが守らねばなりません。ならばなぜです、プルート。見極めているのです。彼ら人間が誠に弱く、非もせねばならぬ存在であるのか。人が愚かで管理されねばならないという断りこそ、
誤っているのではないのかと。それこそ愚かな考えです。誤っていないからこそ断り足りえるのです。かもしれません。ですが、ミドガルズ・オルムもまたそう考えたからこそ断りに反したのでは。我はかつてあるドラゴンが言った。ドラゴンが断りであるなら我らの情もまた断りであると。ならば我らの情がそうであるように断りもまた変えてゆけるものなのかもしれぬと思った。そのようなことが叶うのかはまだわからない。望みはございましょう。少なくともあなたは変わられた。それはおそらくここにいる青年と出会い、輝きに目を奪われたその時か。どうやら両者とも対局を見ることができないようですね。今目の前にいる局地を眺めるより広く世界を見るべきもの。エリシオン、確かに人が魔人を復活させてしまった。あんたが人を見限る気持ちもわかる。でも俺は何も見限りたくない。魔人打倒もイリア教とのいさかいもドラゴンとの未来も、その先に人とドラゴンが一緒に生きられる広い世界が絶対にあるから。だから今はあんたを止めてみせる。聖剣とはすなわち我が力の一部。私を止めることなどできません。諦めるのです。私も人をすべて滅ぼすつもりはない。ただ争いの根を魔人と共に剪定するのみ。だからアルベリウスよ、あなたはただ人の子であればよい。子供のままで色なんて過保護な母親のようだな。だがさっき俺も言った、すぐには諦めないと。俺は人を助けたい。人だけじゃない、ドラゴンも世界も。それが俺の理想だ。あんたに借りた力であろうと、ここまで歩んできた俺の心は俺のものだ。聖剣の力じゃない、俺の心であんたを止めるんだ。なんと愚かな。愚かでも良いのです。ただまっすぐに差し込むのが光なのですから。アルベリウス、我らが光、私も共に抗いましょう。もちろんミドガルズ・オルムもでしょう。だが、そうだ。ならば。何時と背を守り合うなら、こちらの方が慣れてしまったな。ミトガルゾルム、背中は任せたぞ。良いでしょう。魔人と戦う前にあなた方から抑えるとしましょう。天地に光あれ。世界に秩序を、人の子に裁きを。なんとエルシオンに傷を負わせたと。バカ。
私の契約石である聖剣で私に人たち浴びせることなどできるはずが。驚いたようだな、エルシオンよ。この声はニドガルゾール。いな、違う。傷口からマナと共に流れ込んでくる。今ここにいるミドガルゾールムとは違う。いにしえのマナの本流。まさか。その通り。我はマナの輪廻をくぐる以前のミドガルゾール。700年ぶりだな、エルシオン。あなたでした。しかしなぜ今になってあなたのマナが。もしこの契約石。想像の通りだ。この聖剣は汝の契約石からできたものではない。我ミドガルゾールムの契約石だ。ねえ、ミドガルゾールム。イリアのおかげで世界は救われたわ。エリュシオンを人に手出しできない。でも、また、人はあの聖竜と争うことになるわ。その時に今のままだったら、きっと人は叶わない。だから、お願い。せめて人に抗う術を、意志を残してあげたいの。ある人物と約束をした。その意志が契約石のすり替え。どうだ、切られた痛みのほどは。なるほど。700年の時を超え、あなたに一杯食わされたということですか。しかし、この程度。傷が修復した。私は秩序の光。傷をつけるなど不能。700年前のミドガルゾールムの力もこれで浄化できました。そんな、いや、それでも俺は。諦めないというのですか。ああ、そうだ。だってここで諦めたら魔人を倒すことができないだろう。魔人を倒すために私にすら立ち向かう。曲がることを知らぬ光。なるほど。先ほどのプルートーの言葉ももっともです。エリシオンの放っていた威圧感が消えた。もう戦意はないようだ。だろう、エルシオンよ。はい。アルベリウスの魔人打倒の意思を確認しました。すべてを守らんとしたイリア、そしてまたアルベリウス、あなたも。信仰は時を経て腐れども、心情は腐ることなく引き継がれる。そうやって各時代に顕現する。それが人の言う英雄というものなのかもしれません。エリシオ、俺はあんたのやり方に同意はできない。だがあんたもただ世界を守ろうとしているだけなんだろう。当然です。私のすべては
完全なる世界のためにあるのです。完全なる世界か。なら俺にもう少し任せてくれ。あんたの望む世界とは違うだろう。だがきっと大きく違うものでもないはずだ。あんたの世界を汚すことはしない。魔人を倒し少しでもいい世界にしてみせる。どうだ。良いでしょう。ただし条件があります。あなたが新たな魔人打倒の断りになるのです。短き生の間に英雄の心情が腐らぬという証明をなさい。ああ、約束する。この命にかけて必ず証明してみせよう。ドラゴンの群れが飛び去っていく。アルベリウス、無事にエリシオンを止めたのね。本当にあなたって強い。どんな困難の前にも理想を求めて恐れず突き進んでいく。私も強くなりたいな、あなたみたいに。なんて思ってるだけじゃダメよね。私も強くなる。だからまずは私ができることを。どうしてこんなことに。ドラゴンまで魔人の力で気が触れてしまうなんて。皆さん落ち着いてください。すぐに教皇庁が動きましょう。まずは心を穏やかに。穏やかにしていられましょうか。ドラゴンの力で大陸に天変地異が起きているのですぞ。大司教様、女神は我らをお見捨てになったのですか。それは。そんなことはありません。あなたはムムジアンヌ殿。皆さん、確かに信仰とは弱き者。祈っても戦いは収まりません。ですが思い出してほしいのです。私たちが何のもとに集い、何のため帝国に対抗してきたのかを。何のもとに。それはもちろんイリアの名のもとに。そうです。確かに女神は戦いを止めてくださることも、死の淵から救ってくださることもありません。しかし私たちはこうして結束し戦ってきた。その結束こそが女神のお導きなのではないでしょうか。ムムジアンヌ殿、どうかお気を確かに。絶望の闇の中にあったとしても諦めたくないと皆さんの心が叫ぶならば、まだ希望は人の数ほどあるのです。ですわね。ランベルト様を失い動転しておりましたが、あなたのおっしゃる通りですわ。我らが使えるのは人ではない。今日まで心を導き保うた女神イリアのためにですね。教皇庁を待つまでもありません。我らのすべきことは元より決まっておりましたな。皆さん、アルベリウスも各地の魔獣を倒しすぐに戻るでしょう。それまで死骸を魔人の放った魔獣から防衛しましょう。ドラゴンは退けたが、まだ戦場のあちこちに魔獣がはびこっているな。
急ぎ倒すとしよう。我も力を貸すと決めたからな。さあ、市街地まで通せ。アルベリウスよ、我が戦意。ありがとう。行こう、ミドガルズ・オルム。キリがないぞ。それでもひるむな。町を守れるのは我らしか。おい、見ろ、夜明けの方角、ドラゴンだ。まさかまた襲ってくるつもりか。いや、様子が違う。背に人を乗せているようだ。あれは。みんな、無事か。おお、あなたはアルベリウス。それに、まったく、なんと愚かなのだ。もろきみで上空から飛び降りるだろう。驚かせてすまない。夜明け空があまりにも広くて、つい飛び込んでみたくなったんだ。やはり汝は無茶苦茶だな。だが今日にも尽きぬよ。なあ、ミドガルゾールム、この世界はまだまだ狭いよ。でも俺たちなら広げていける。ここから始めるんだ、人と竜の新たな契約を。だから俺と一緒に魔人を倒してくれ。うん、汝の作る新たな世界、共に歩もう。アルベリウスよ。絆の力、アルベリウスの理想とする世界。人とドラゴンの絆、新たな世界。確かに見たことのない景色です。私も全力をかけ人のために戦うとしましょう。アルベリウス、我が王よ。どうやら放った魔獣どもは異界のマナと共に一掃されたよ。アルベリウスか、いまいましいドラゴンの力を束ねる者、その名覚えておこう。ここがクラーベロイエルか。行こう、ここに魔人がいる。すべてを倒して終わらせるんだ、俺たちの力で。
行くぞ。陛下、あれです。昨夜飛来した横島なる者はおそらく巷を騒がせている魔人の肉片かと。切りつけた際に付着したらしき聖剣のかけらが力を抑えているようですが、いかがいたしますか。このままにしては妖精国にも魔獣がはびころ。直ちに封印するのだ。それにしても魔人の肉片も聖剣のかけらも大きなマナの塊、何かと利用価値はあろう。さて、この力が未来に及ぼすは災禍か、それとも祝福か。